こんにちは、つんです。一人暮らしの母の部屋を整えてから2年ちょいが経過しました。2年前のテーブルの上はこんな感じだったので、ちょっと生活感をなくしてすっきりさせようと収納アイテムを買ってこんな感じに整えました。そしてあれから2年が経ち、今現在はこんな感じです。明らかに物は増え、奥の物は取り出しにくい状態です。知らず知らずのうちにテーブルに物が増えて使えるスペースが狭くなるっていうのはよく聞く話ですよね。ウェットティッシュは時計をどかさないと取ることができないし、よく見るとちょい置きしたまま放置された謎なものも多いです。まあ皆さんの実家でも似たような現象が起きているのではないでしょうか。まあ来るたびに物が増えているなぁとは思っていましたけど、母が使いやすいなら、まあそれはそれでいいかなと思っていましたが、この辺のこの小物のごちゃごちゃっとしたのを引き出しに入れたいっていう、こういうものとかこういうものとかね、邪魔だ。母が言っている引き出しとは、以前動画でもご紹介したダイソーの引き出しのことです。ちょっと待った、むやみに収納を増やすのには反対です。なぜなら母は物が入らなくなると片付けずに収納を増やす傾向があるからです。今は亡き実家でもこんなに立派なクローゼットがあったのに、服が入らないからとタンスを増やしていたし、別の部屋のクローゼットはこんな状態でした。でも引き出し増やしたら、またその引き出しの中がいっぱいになって、またもう一個引き出し欲しいって言い出すよね。本当にいるものなのか、不要なものはないのか、収納を増やす前にまずは整理をすることにしました。はい、それでは一つ一つ本当に使ってるかどうかを母に尋ねていきます。これ使ってる？それ使ってない。壊れちゃってんだよね、なんかね。これは使ってたんだけど、前に物を置いたらこれ使いにくくなっちゃった。そりゃそうだ。え、ウェットティッシュはもうじゃあ使わないの？テーブルの上では。テーブルの上では使わない。これいつもここに開いてるけど、これはいつも見るんだよね。ここでやってるわけだからさ。じゃあ別にこれはいいんだ。これ置いとかないとやらないから。ここにあれば目見ると、あ、ちょっかと思ってちょっと手出すけど、置いて開いてなかったら絶対やらないもん。筋トレの本は開いて置いておきたいそうです。この辺はもう全部いらない。これもいらない。こうして一つ一つ確認すると、やっぱりいらないものが溢れていました。まあ、母の場合は普段そのままにしておきがちなんですが、一緒に片付けるとスイッチが入るようで、比較的サクサク捨ててくれるので助かります。これは？それは毎日つけてるから必要な。これはあの薬じゃなくて、あの何言葉が出てこないよ。あの栄養剤みたいも、飲んだらチェックしてるわけだから、これは必要なの、あ、じゃあこれはいいよ。これとこれはもう広げたまんまで使うってことでいいよね。まあ89歳にもなれば物忘れがひどくなるのも当然ですよね。全てをきっちり収納するのがベストではない場合もやっぱりあるので、母の意見を尊重しながら進めます。あと一番大変だったのは書類でした。マンション管理系のお知らせや水道光熱費カード明細 DM、 あと母が忘れないように書き留めたメモ類などなど、もう不要だと思われるものも結構混ざっていたので、これを機に一掃することにしました。そういえば書類は実家じまいの時も大量に残されていて、一つ一つ確認しながら処分するのが本当に大変でした。もしこれから実家じまいの予定があるという方は、書類だけはマジでこまめに捨てることをお勧めします。ちなみに我が家の実家じまいの記録も過去に投稿しているので、まあ、よろしければ概要欄からご覧ください。はい、そして今回の見直しで書類の8割は不要なものでした。
おかげでパソコンデスクの上もメモ帳だけになりました。そして引き出しの中は、まあここもちょっとごちゃついていて使いにくそうなのでついでに見直します。はい、一旦全部出している、ものいらないものに分けていきます。まあ、ハサミもカッターも電卓もなぜか3つずつありました。電卓が2つ3つありますけどどうしますか。何電卓、それね、壊れてんね。どっちが壊れてる。あ、使えない。使えない、壊れた。こっちは、それは前からあるけどあんまり使い勝手が良くないから使ってなかった。どうする、いらない、1つあればいい。じゃあこれ2つともいらないのね。いらない、はい、これはね100均で買ってきた。はい、まあ、どうやら母の場合は捨てられないのではなくて、いらないけど捨てるのがめんどくさいタイプみたいですね。不要なものを捨てたらスペースもかなり空いたので、もともとあったケースを使ってカテゴリーごとにまとめて入れ直すだけで結構すっきりすることができました。はい、最後はカゴの中を整理。一旦全部出して見直します。整理やったらこれもこれも飲んでない。飲んでない、飲んでない。もうこれからも飲まない。飲まない、捨てていい。捨てていい。あら、じゃこれだけは机の上に置いときたい。うん、だからやっぱりそういう箱に入れといた方がいいんじゃないの。別にこれでもいいんだけど、うん、でかくない。でかいとさ、うん、あ、隙間が空いてると思ってまた入れるでしょ。こんなの奥入れれちゃったらダメじゃん。ちょっと使うもんだったからさ、これもこう入れて、これでいいの、うん、それだって手前に欲しいんじゃないの、うん、ちょこちょこ使おうから、電話かけながら使おうからね。いらないものを捨てて数は減ったものの、置いておきたいものがそこそこあるので使いやすい配置にするのがなかなか難儀でした。はい、ということで近所のダイソーに行って使えそうなアイテムをいくつか購入してきました。まずは取り出しやすい小物収納ケース110円です。手前だけ少し低くなっていて取り出しやすくなっています。今まで使っていたケースは無駄に大きいのに、横が大きくて長さが足りないという状態だったので細くて長いケースに入れ替えることにしました。そしてファイルボックスポケット細型110円。ペン入れも縦に長いケースに取り替えます。このケースはファイルボックスに引っ掛けられるタイプなので、ケースに入れたいものが増えた時は外側に引っ掛けることで臨機応変に対応できます。はい、入れ替えたら幅を半分ぐらいにできました。まあ、たかがケース一つなんですけど、テーブルが狭いのでこの差は大きいんじゃないかと思います。そして収納の万能選手。ブックエンド110円を2つ購入。重ねてこの字ラックにする画策です。まあ、本当はねマグネットでくっつけたいところなんですけど、今回は電話機を載せたいので磁力が良くないのかなと思ってクロコダイルグリップで貼ることにしました。ちょっとそのあたり詳しくないのでわかんないんですけど、ネットで調べるとダメって書いてあるサイトもあったんですよね。スマホなんかはマグネットタイプのアイテムもたくさんあるので大丈夫かなと思うんですけど、固定電話ってどうなんですかね。はい、どうでもいい話ですいません。横に置けなければ縦に積もうということで、ブックエンドのコの字ラックを電話台にして下にメモ帳を入れているスイングケースを置きました。サイズもぴったりです。そして最初に母が欲しがっていた取り付け式引き出し大きいサイズ220円、これが電卓にジャストサイズでした。これは粘着テープで貼る仕様になってるんですけど、使わなくなった時に綺麗に剥がしたいので私の推しアイテムコマンドタブで貼ります。こんなこともあろうかと家から持ってきていました。でこれ家で使った時は粘着テープを完全に剥がしてからコマンドタブを貼っていたんですけど、わざわざ剥がさなくてもコマンドタブを貼れるスペースがありました。うちもこうすればよかった。まあ本音を言えば収納は増やしたくないし、電卓はテーブルすぐ横の引き出しに入れればと思うんですが、
まあ、母的にはテーブルの下の方が使いやすいということなので、今回は使う人の希望通りにすることにしました。また散らかったら見直すことにします。はい、そしてもう一つうちから持ってきたこれ、壁紙用のコマンドクリップです。テーブルの上のスペースをできるだけ空けるべく壁も活用することにします。これは不要になったら綺麗に剥がせるので賃貸でも使うことができます。テーブルの上に置いていた姫の卓上カレンダーを壁に飾りました。ちなみに2025年版も絶賛発売中です。はい、そんな感じで不要なものを捨てて収納アイテムを見直したことで、ごちゃっとして使いにくかったテーブルの上がこんな感じになりました。母が毎日使うものは出しておきつつ、できるだけ使いやすく整えたつもりです。まあ私だったらもっとすっきりさせたいところですが、高齢になるとそうもいかないんだなっていうことを実感しました。電話が取りやすくなった使いやすかった。これケース大きかったからちっちゃくしました、はい、でペンも前のやつはちょっと低くて広かったから縦にしました。いいですか。はい、はい、めちゃくちゃしてたからね、うん、すっきりした、うん、すっきりした、はい、それでもあのぐちゃぐちゃでも皆さんとか綺麗ねって言われてたのでみんなもっとぐちゃぐちゃであと母には謎の重ね癖があって、引っ越した時に新しく買ったこのリクライニングチェアもいつの間にかこんな状態です。もったいなくない？何枚1、2、3、4、5、その辺にあって邪魔だからみんなそれ一人買ってちゃうわけ。だって座り心地悪くなんないのこれ。座面がちっちゃくなっちゃうじゃん。気になんないの？まあ本人が気にならないというのでこのままにしますが、ここだけの話、ベッドのパッドも4枚ぐらい重ねています。皆さんのお宅ではどうですか？もし親の不思議な収納癖とかがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。